中山競馬6レース、インパ限定の3歳以上1勝クラス、さあ5200メートル16頭立て、メンバーのご紹介です。1番、タバコケビー、496キロ増減なし、藤田奈々子54キロ。2番、高校寿、400キロ、12キロ、マイナス2、トイスヒートと54キロ。3番、西野トレンディ、486キロ、プラス10、田辺宏信、54キロ。4番ロングハーバー、460キロ増減なし、小林信、52キロ。5番で
800m14 秒です。1番ツインクルート506キロ変わらず、スコア高くや53。2番ラダモンドーフ、後ほど444キロ、マイナス2キロと58キロ。3番ドーフマチネ496キロ、プラス2、西村カナ58キロ。4番スイッチオン482キロ、マイナス2、菅原アキラ56キロ。5番ナッツダンス490キロ、プラス11、大野拓也53キロ。6番後ほどグランサバナ496キロ、マイナス8、横山武史55キロ。7番佐野ラキ488キロ、マイナス8、秋山俊樹57キロ。8番パウソビアランス452キロ、マイナス6、三浦康生58キロ。9番ゲイリンスマン454キロ、マイナス20、藤田奈々子56キロ。10番ノーブルミステリー450キロ、プラス4、佐々木大介52キロ。11番日傘正面3秒2点、脇入りが勝ち取っています。9番角度ゲージの中を収まって、これから角度角度の枠入り進んでいきます。右手は4番スイッチオン、6番ジャンサバナナスタイナー、8番ファーストビアランスです。スムーズに角が場面を収めて、最後14番サクラムブライト、1番外14番ゲート誘導を受けます。さあ流されて進めます。14番ゲートを収まって係員が離れます。スタートしました。方も揃いました。アートビアラの最高峰、サーキュー争い、アンバーズから1番のツインクルート、5番ラムダス、2頭が出ていきます。2頭のセルフが始めます。これから2番にサーターの5番のラムダス、それに8番のアートビアラに、さらにそれに並んでいる6番のグラム様が、そこに4角を打ちた。さあ、4コーナーカード、100番ぐらいセットを並んでいく。もう、セルフに入りました。写真判定の結果発表、レース確定までもうしばらくお待ちください。